こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、おすすめ CD の方をですね、ご用意しました。どっちになるかな、ベーシービッグバンドという、昨日、ジャズ講座の方で紹介した、カンザスシティの、代表人物であるカウント・ベーシーという人ですね。この人の、ビッグバンドっていうオーケストラですね。ジャズオーケストラっていうのはですね、トランペットが4人、トロモが4人、サックスが5人、ね。で、13人でしょ。で、ドラム、ピアノ、ベース。で、ここにはフレディ・グリーンというギタリストがいますから、4人ですね。17人編成のビッグバンドになるわけですね。すごい大所帯の、ジャズオーケストラって一番大きなスタイルの、ビッグバンドって言われる、スタイルになるんですが、だから迫力がすごいですし、このアルバムは特にですね、テンポも速い、こう、パワフルな曲が多いんですね。もう定番中の定番のウィンドマシーン。これね、普段聞くことあんまないんですけど、もう学生はもうとにかくやります。あとオレンジシャーベットでしょ？あとフレックルフェイスでしょ？あとヒーツオン、トールコットンというこう、もう学生ビッグバンドの指導に行くとですね、これ見てくださいっていうのはね、必ず一曲入ってるんじゃないかって言われるぐらい、有名なアルバムでございます。とにかくですね、ベーシーっていうのはこうスイングする。体がこう、ズンズン言ってワクワクするっていう、そういうスタイルの音楽なんですね。でしかも、こう、管楽器がバーってこう飛んでくるみたいな、こう、激しいこう、リフが出てくるので、非常に興奮して、そうですね。要は、ロック系だった僕が、やっぱり聴いててかっこいいってすぐに思ったアルバムなんで、これはロックを聴いてた人なんかは、もう全然素直に聴けるんではないかなって思うような、一枚でございます。なので、ぜひね、これを聴いていただきたいなと思います。で、こう、聴きどころとしては、こう、激しいとこもあるんですけど、とにかく、カウント・ベーシーっていうのはスイングする感じ。こう、ピアノが、こう、彼はね、ピアノの音を聴いてると、すっごいシンプルな音しか使わないんですけど、いいとこにストン、ストン、ストンって入ってくるんで、なんかこう、で、こう、上げ下げが激しいので、こう、バーンってこう、みんなで合唱したと思ったら、合奏、トゥッティって言うんですけど、全員でこう演奏することをトゥッティって言うんですけど、それが終わった後にパンってピアノだけになったりとかするんですね。ピアノとベースとギターとね、ドラムと。そのガクンって下がった時はピアノがすごいいい味出して、で、管楽器がパーって喋ったらピアノがちょっと答えね、みたいな、そういう、そこら辺がすごい聞きどころだなと思います。なので普段、生活の中でほぼほぼ聞くことがないこと、曲ばっかりなんですけど、すごいキャッチなメロディーですし、で、知ってると、ジャズのビッグバンドなんかをパッて聞きに行くとね、コンテストなんか聞きに行くと、あ、この曲知ってる、この曲知ってる。この一枚押さえてるだけで必ずどれか、一曲は学生のビッグバンドがやってるんではないかと思われるアルバムですので、ぜひ一度視聴していただきたいなと思います。というわけで、今日の、おすすめ CD ですね。カウント・ベーシーの、ベーシー・ビッグバンドというアルバムでございました。今日の内容が役に立ったなという方は、いいねボタンを押してもらって、チャンネルの登録の方もよろしくお願いします。あとですね、詳細の方に、メールマガジン、LINE アートの、登録の、ホームページがありますので、よければそれをちょっと覗いていただいて、毎日毎日少しずつこういったジャズの内容を、ジャズとか、ドラムのこととか、デジタル音楽のこととか、そういったものを配信しておりますので、よければぜひお登録ください。以上、今日も最後までご視聴ありがとうございました。